ちゃ楽しかった。ガンバの選手がかっこよくて、私もサッカーにちょっと興味が出ました。ガンバが4年ぶりに触れ合い活動を再開。トップチーム3選手が訪れたホームタウン、豊中市立桜塚小学校の子どもたち181人とサッカー教室で触れ合いました。時折見せる J リーガーのテクニックに子どもたちも大興奮。笑顔あふれる楽しいひとときを過ごしました。ただただ純粋に楽しく笑顔でサッカーをするっていうのは、自分たちももともと始めた人の原点なんで、そういった気持ちをこうまた改めて大事にしていきたいなっていうふうに思わさせてもらったので、感謝したいです。